ジのパーソナリティ5人が週替わりで同じことにチャレンジして帯番組としてつながっていくコーナーです。ねえ、もう T シャツランキングではアイリスおじさんの上位になれるようにね、頑張らないとね。そろいで T シャツどうかな、わかんない、わかんないけど、まあね、頑張りたいと思います。では今週の企画を発表しましょう。こちら、女子力マックスリンクス。今回は抜き打ちのリンクスです。私たちパーソナリティのカバンの中に入っている一番女子力が高いものを紹介するリンクスです。本当に抜き打ちだった。全然知らなくて私。本当ね、もう本当に変な期待はしないでください。もうね、コンタクトの液は入れてないんで。もうね。そう、今日もだってもう本当、今のね、そう、今のリュックすごいお気に入りだからね、もうそんな液体まみれにはしませんよ。オロナミンCもこぼしませんよ。はい。ね、もう本当、過度な期待は、ちょっとやめてくださいって感じなんですけど。なんかあったかな、何入ってたかな、もう本当ね、わかんない。もう本当、本当、汚い。どうしようって感じなんですけど。もう本当、女子力ってなんだって感じなんですけど、ちょっとやりたいと思います。頑張ります。それでは、いきます。女子力マックスリンクス、スタート。じゃあカバンの中を見ていきましょう。もうね、やばいよ本当に。イヤホンぐちゃぐちゃなイヤホンがまず出てきました。やばいやばい。え、なんだろう。え、あ、でも、あ、メガネね、メガネケース。これはもう別に飴、留学さんの飴。これはね、大事よ。もうこれは可愛くない。これはね、なんだっけ、エコバッグ。そう、だからなんかそのスタッフさんとかがなんかいきなり田中さんどうぞみたいな感じで、そのなんかワグのグッズとかをね渡す場面とかあるの。その時にもう、え、今日超ちっちゃいバッグなんだけど、時にエコバッグは便利。でもあんま女子力じゃない気がする、これは。ね、なんか便利、備えあれば憂いなしみたいなやつですよね。なんだろうな、あと iPad とか。また私、鏡がさ、鏡ちょっと女子力かなと思ったんだけど、見て、おそ松おそ松見てください。やばーい。これはダメですね。これは女子力じゃないですね。プラマイゼロって書いてある。むしろまーいみたいなところはある。もうやだ、食べかけのパンがさっきそこの神戸屋で買った食べかけのパンが、もう本当にやばい。2個入ってます。これはもう、これはもう女子力の塊ではもうかけ離れてしまいましたね。悲しい。いや本当、なんだろう。え、あ、でもなんかパンがなくなったことによってすごいスッキリした今、バッグが。これちゃう、日傘。これじゃない？いや、本当にね、もう私、もうずっとバッグの中に入れてるんですよ、傘を。なんでかって、私、雨女だから、ことごとく雨が降るんですよ。で、ちょっとパラッと来るじゃないですか、雨が。パラッと来て、あ、パラッと来たわ、まあまあ、いけるっしょ、いけるっしょと思ったら、結構私が外に出るので、バーって降ってくるの。そういう時にこいつをね、使うんですよ。兼用です、これ。雨も。ん？雨も昼も。ん？雨も、あれも。でも全然これ、普通に傘。もう全然日傘の意味はね、なしてない、正直ね。でもでもでも、ほら、畳み方もちゃんとしてるし。そうなのよ。でもこれ、もうこれ良くない？雨女子力。雨女力、雨女力みたいな。これはでも、まあまあ、まあまあ、女子力？女子力って何よ？何？私ね、ちょっとね、こんなもの、でもなんか私、あとはね、もうね、本当にね、なんか喉うがいの薬とかなんかね、もう本当にね、なんかもう大丈夫ですかみたいなやつばっかなんで、あともうね、もう、あのなんか喉飴出てきちゃったとかね、あと見てよ、これ、あの、そう、スタッフさんからもらったなんか、これをライブの後とか、あの前に飲むといいよみたいな、クエン酸の塊。そのまま入れてます。そのまま入れてるんだよ。もうすぐ飲めるじゃん。だってそしたらダイレクトだよ、ダイレクトに。あとはもうリップ、あ、でもリップとかはまあ普通だよね。普通に女子余ってるもん。これじゃない？やばい、なんかめ
めっちゃ女子力の塊みたいなやつ出てきた。でも私ね、何を言ったかね、本当覚えてなくて、なんだろう、あ、イヤリング髪も入ってるイヤリング、イヤリングどうですか、ちょっと見せますね、ほら。でも入れ方がマジでやばいな。イヤリングじゃないですか、これはもうダメ、日傘。何がですか、忘れてました、何が入ってたか。いやー、なんかに使えるかなと、え、めっちゃ可愛い忘れてましたでもまあ抜き打ちでね、そうあったからいいんじゃないかなつって、あら、つけよ、今つけたらね、でもこの曲中につけましょう、めっちゃ似合いそうなやつ見つけた、ピンクの、ちょっと見せますね、じゃーん、爪も可愛いでしょ、爪も女子力、爪だけ女子力みたいな感じなんですけど、じゃこれをつけますね、わかりました。ということで私の女子力マックスアイテムはイヤリングです、忘れかけのそんな感じですね、ほんとつらいな、女子力何もなかったけど、ほんと私のカバンの中汚いなっていうのが再確認取れたので、ちょっと綺麗にしたいなって思いましたね。食べかけのパンはちょっとやめられない、申し訳ないけど食べきれないからね。ということで明日は松田理沙ちゃんがチャレンジします、お楽しみに。ということで以上スターリンクスのコーナーでした。ではここで1曲、今月の A&G 推薦曲です。来月から放送開始のテレビアニメ結城優菜は勇者である、わしを隅の章のオープニングテーマです。10月11日発売、三森すず子さんの8枚目のシングル笑顔の君へ。